系かな。何？まあまあ使いましょう。私もじゃあちょっとイベントカードやってみたいな、はい、挑戦士カードを捨てます。お6お、はい、まあまあいいね。してますよ。1、2、3、4、5、6で進みますよ。2マス進みますよ。天下一武道会開幕。はい、天下一武道会開幕。2マス進み、みんな並んだ。1、2並んだ。サタンのカードありません。ない、はい、お前はねえと思った。みんなねえんだ。みんなないんか。あんのか、サタンカード、はい、ねえ、あの出てないだけで。こいつカード持ってっからな。1111いきます。11、イエーイ。4、1、2、3、4。お、一騎打ちだ。一騎打ち出ました。相手を一人選んで、パワーでバトル。パワーか。うん、勝った人は負けた人のパワーでバトルね。持ってっからな、うん、じゃあ三浦さんいきましょう。お、私ですか。こいつシワシワ2枚持ってるよね、確かな。あれパワー1000ぐらいしかなかった。パワーでしょ。パワーシワペアね、はい、せーの、よいしょ。わお、キャベ対フリーザ最終形態。あー、負けた。5点。アイコンの場合は、これ引き分けなんじゃないか。引き分け、はい、で戻す。あ、戻して終わり。キャベ対フリーザ、ちょっといい勝負だな。キャベ対5000と5000、なんかいい勝負だな、はい、確かに。みんなみんなチョコ並んだな、はい、使うか。お、また使う。フリーザだけ一人でいきます。挑戦士カード、うん、チャオズを捨てる。お、テンさん、ごめん。4、1、2、3、4。五点とトランクスが精神と時の部屋で修行。山札から挑戦士カードを2枚引く。あ、いいね。このなベジータ自爆とかやめろ、このなんか、ね、何の横のやつね。変な、変なイベント自爆したろ。したけども、自爆イベント、自爆イベントとかやめろ、2枚だな。あ、まあ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 、作画がな。いや、作画は言わないで。さあ、では野沢さん、おこれはして、はい、はぁ、お、でかい。お、大きい。6 1、2、3、4、5、6。お、なんだ、フュージョン。右隣の人と一緒にフュージョンのポーズを取ると。あ、でも2人とも調整しカード2枚。なんだと、2人とも。ベジータ、はい、俺らとフュージョンしてくんな。俺にあんな恥ずかしいポーズをしろというのか。当たり前だ。最近行くぞ、はい、死んだ子がました。さあ、いつもやってるでしょ。お願いしますね。ベジータ、おめえがフュージョンしてって言ってくれるなんてな。言ってねえ。最高だ。さっさとしろ。死んだ方がマシだ。いくぞ、フュージョン。はあ、はい、あ、ちょっと、ちょっと、あの、ベジータさん、あの、フュージョンの時ちょっと作画がちょっとぐちゃぐちゃだったの。やめろ。ブロリンの作画が、ブロリンの時に、やめろ。ブロリンの時ね、作画が崩壊した。ぐちゃぐちゃとか言うな。ただ俺もらえるんだな。そうですね、お互い、よし、二人とも、まあ、貴様から引かしてやるか。挑戦士カード、さっさと引け。ようやくか。2名ね、うん、はい、2。さあ、ベジータさんも2枚。こんな感じでいいです。うお、え、めちゃくちゃいいぞ。リアクションよ。え、そうなの。めちゃくちゃいい。だから聞いて、2枚カードがどんぐらいの、2枚ともいいと、どのぐらい入ってるのか。これはベジータ、なんだ、オラのおかげで2枚引けたのかな。そうだな、うん、よいしょ。3、たまさんだ。1、2、3。あ、よっしゃ、自爆、ベジータ自爆、よっしゃ。すんな。じゃあ、なんで、なんで俺が嬉しいんだ。自爆イベント、イベント、あ、イベントカード、覚醒を持っていたら捨てる、で持っていないから、持ってないな、はい、何もない。あ、だから俺だったら捨てらされてた。なるほど、そうですね、それ自爆すんだ。そう、どうしましょう。さあ、いや、差はまあ縮まってきたな、うん、フリーだと、うん、でもどんどん差をちょっとつけたいんで、カード使います。使う、はい、何、6マス進みます。6な、おい、はい、いいね。1、2、3、4、5、6、はい、スーパーサイヤ人ゴッド誕生、うん、山札から挑戦士カード1枚。わー、増やすねー、こいつな。えい、おー、はいはい、はい、まあまあよかろう。来ました来ました。まあ普通に行くか、そう、はー、たったの1。え、ベイを助ける。3マス進みマスの指示に従う、うん、いいじゃん。1、2、3、サタンが負傷する。挑戦士カード、サタンを持って出してる。ない、ない。サタンはない。言わないで。はい、うわ、でかい。5、たったの5か、はい、1、2、3、4、5、魔人ブートの激闘、うん、
はい、挑戦しカードを1枚。挑戦カード1枚引きます。そうか、また移動のこと考えとかんとな。お、これを、あ、はい、挑戦しカードを使って、俺にやらしてくれ、はい、怖いんでね、はい、申し訳ありませんでした。何を謝ってるんですか、山下さん。何も悪いことしてますね、山下さんはね。はい、さあ、で3マスね、1、2、3で、お、待つか、来たまま、はい、あ、ないんかな、ないんか、ない、シャタが負傷、はい、なかった。おまあちょっとね、進みたかったんでね。フリーザがちょっとちょっとずっと抜けてるな。独占ですよ、独占。なんとかしてや。独占？独占。独占？独占してます。三かな？何を独占？独占。独占。独占。うわ、どうぜ、ビルス様。お、あ、なんだ？え、これは？7000以上捨てると勝ち。うん。負けは？挑戦資格5枚。うわ、でかいこれ。負け。7000。でかいよ、グーの7000以上だから。ちょっと待って待って、グーの7000以上、手持ちの抽選紙カードを半分捨てる、負けたら爆発せえぞ。グーの7000以上、よしよし、これ負けろ負けろ負けろ。7000なんかがない。あ、よしってことは、ってことは手持ちの抽選紙カードを半分捨てる。うわー、半分捨てる。でかいよ、半分、半分でかい。これ半分選んで、何枚持ってる。ほら見ろ、ほら見ろ、10枚5枚でかい。こいつ10も持ってる。選んでんですよ、ね、いや、ビルス様いい仕事。でもこいつは移動のこと考えてないから、多分パワーだけで考えてない。なるほど、そういうやつ。なるほどね、そう、それはあると思う。はぁ、ちょっとしょぼいね。はい、1、2、3。お、魔人ブートの激闘ということで、挑戦カード1枚ゲットだ。はっ、ベジータさんも結構意外とちょっと集まってきてるから、うん、まあまあまあ。じゃあ野沢さん、はい、よし動け。おわ、でかい。5、1、2、3、4、5。はい、シェンロンスーパーサイヤ人ゴッドについて聞く、うん、イベントカード1枚引く、はい、イベントカードこちらですね、はい、そう、そう、願いを言う、久々のどんな願いも一つだけ叶えてやる。はい、こうです。お、ドラゴンレーダー、ドラゴンレーダー、これは時計だ、うん、いや、言ったけど何でしょ、そんなでかい時計しか作れんような感覚で、はい、よくこの星まで見えこれたもんだぜ。 いいのよ、もうやりとりは。ルーレットを回して捨ててある挑戦紙カードの中から出た目と同じ数の星を持つ挑戦紙カードすべてもらう、もらう、すべてもらう、どういうこと、どういうこと。ああ、まずルーレット回して、ルーレット回す、捨ててある挑戦紙カードの中から、この中から出た目と同じ数の星を持つ、だからあのドラゴンボールね、この裏ね、はい、裏ね、裏ね、裏ねの、ちょっと待って、これでかー、でけえな、でけえな、ちょっと いきます。じゃあとりあえずルーレット引いて、はい、いや、マジこれいいな。1、さあ3で、3と書かれているカードすべてもらえる。いや、でかな、そんな、めっちゃあるぞ。ちょうどフリーダが捨てた後だしな。そうそうそう、確かに。え、あれ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 、あ、違う違う、危ない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 、あんまねえ、あれでもあんま、あれ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 、そんなない、そんなない、あれ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 、そんなことあります。普通にこういうマスと一緒じゃねえか、めちゃめちゃ普通にこういうマス、ただめんどくさかっただけ。ただの時計だったようだな。そうですね、ただこれだよな、これ、はい、おもろ、これはすごい、これ面白いですね、このボードゲーム、うん、よいしょ、 OK、 でかい、6、1、2、3、4、5、6、ブルマの誕生パーティー、くんな、くんな、3マス、くんな、貴様な、進み、マスの指示に従う、うん、1、2、3、はい、一騎打ち、お、はい、一騎打ち、相手一人選んでアイコンでバトルね、グーチョキパーね、うん、OK、 さあ、誰にしようかな、誰します、ベジータさん、俺、はい、俺じゃなくないか、グーチョキパーね、はい、決まりましたか、じゃんけんの方ですからね、じゃんけんだな、はい、せーの、よいしょー、あー、負けた、負けた、いや、いいや、面白い戦いはいいんだよ、しかも、なんか本当にあの勝ちそうな、普通にバビディケ倒そうとした、確かにね、本当にいい戦い、ね、原作通りの、ペッペラペいただくよ、まあ、なんかグーを出しそうな気はしたんだ、あ、そうですか、そうね、もうここでちょっと一気にさあ、フリードさん行きたいですね、行きます、OK、 3、1、2、3、はい、ベジータがウイスに弟子入りを挑む、お、挑戦紙カードを3枚選んで、え、捨てる、捨てる。俺もプライドを捨てたからな、あんなにいっぱいあったのに、確かにもう1枚になっちゃう、あんなにいっぱいあったの
に調子乗ってから食い気になる。誰だそのキャラ。俺もプライドを捨てて弟子入りしたからな。わあ、2枚か、2枚様だ。え、3枚でしょ。選んで捨てる。てるうわあ、はあ、そう。2、破壊神目覚めるイベントカード1枚引く。イベントカード。イベントカード面白いよ。確かあんまり引けないんだな、イベントカード。あ、こちら。あ、ね、ビルスさん。お、破壊神の目覚め。イメダメージ木。木の駒の人は挑戦値カードを1枚選んで捨てる。あ、邪魔にやがる。リーザさん。ウラメだ。ウリーザは破壊神。ドゥン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 。嘘でしょ。ちょっとビルス様にやられてますね。先ほどから。いや、ビルス様ナイスプレイ。うわー、1枚しかない。ビルス様ナイスプレイ。ナイスプレイ。1枚しかない。フリーザがあんなに調子に乗ってた。めっちゃ持ってたのに。めっちゃ余裕だったの。さあ、では野沢さん。よし、はい、動けー。よいしょ。うわ、でかい。5。さっきから結構でかいな。これかな。うん。はい、1、2、3、4、5、きた。あ、出た。あ、出た。出ました。さあ、出ました。バーサスビルス様。さあ、あるか。グーの7点以上。なんかでもいいの持ってそうだったんだ。待ってくれよ。あれ持ってんじゃないか。なかった。なんかワクワクじゃねえか。ということは、負けなので、はい、手持ちから半分捨てる先は最悪じゃねえか。フリーザ様状態ですね。何枚持ってんだ。5名だから。5だと2枚らしいぞ。あ、5。あーやー、優しい。優しい。はい。はい、ここに。さあ、そして私は、挑戦資格使います。何マスに使います、こちら、はい、神様。神様、神様を捨てて5マスですね。5マス、はい、ちょっとね、ビルス様のね、ちょっと避けたいので。なるほどな、なるほど。1、2、3、4、5ということで、はい、はい、宇宙の平和はとりあえず守られた、うんうん、山札から挑戦資格を1枚引く、はい、なるほど、はい、よいしょ。神と神の終わりだな。 OK、 まあ、おね、OK。さあ、フリーダムだいぶ落ちてきたな。カード増やしたいですね、これ。いきます。ゲイ、あ、ジョブゲイ。よいしょ。マスの下手。1、OK、OK。 追いついてきたよ。おめえはもう終わりだ。1、はい、おめえの時代は終わった。悟空もウイスに弟子入りと。なんだ、はい、山札から挑戦カード1枚引く。よし、あ、これはいいの。これは引くですね、ね、1枚、うん、1枚引きます。なるほど。ゲイ、よいしょ。お、はいはい。うん、さあ、ベジータさん、よし、ちょっと俺もカード増えてきたので移動に使っていくか。ほう、うん、じゃあ、セルジュニア。ほう、うん、で5マス進む。5マス、たったの5だ。1、2、3、4、5。スーパーサイヤ人ゴッド誕生ということで、うん、挑戦者カードを1枚1枚、はい、なるほど。これだな。まあまあまあ、じゃあ移動カード使うか。何使う、あんまり持ってないのに。結構手持ちそんなね多くないのに。5点。うわ、でもでかい。7マス、もしかしてるとはな。1、2、3、4、5、6、7。これ、ウイスの修行、ルーレット回して2から7なら出た目分挑戦しか。7なら7枚引ける。うわ、でかい。1が出たらビルスマスへ戻り戦う。うわぁ、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、いや、可能性あるからね。確かに出しそう。芸人的なやつと悩む。芸人的なやつと悩む。そうだね、そうだね。まあ、とりあえず引きましょうか。悩む悩む。はい、ダーッ、来い。うわぁ、すごい、すごい。こんなことある。持ってんの。持ってんな。持ってますね。いや、芸人的な部分で持ってますね。来ましたよ、芸人。7分の1だな、これは。すごい、すごい。芸人としては持ってる。VS ビルス、はい、ね、あるか、みんなも。あるか。で、今何枚。2枚だよ。じゃあ1枚て、ね、捨てましょう、さらに。すごい、はい、すごいね。マスまで戻るからな。本当に見せるね。こんなことある。見せるね。いや、これはすごいことですよ。こんなことある。結構ね、野沢さんちょっと見せてくれてますよ、ね、はい、いろいろ。で、まあ、ちょっとね、使いすぎもあれだから、まあまあ、見ましょう。4、1、2、3、4。ジャコ、なんだ、いや、8。ジャコの登場ポーズを取ると挑戦、3枚いける。お、でかい。え、銀河パトロールジャコのこれね、ポーズ、はい。うわぁ、熱いな。ビシッ。
今日さ、おめえばっかりだよ。なんか久しぶり。確かにね。おめえのそのポーズが高いよな。明らかに。すごいやない。めっちゃはずいわ、びし。そう。でも3枚いけますから。でもなんかおめえに合ってんのよ。うるせえな。全部。なんかな。全部は嬉しくねえんだよ。ちょっとこれ ドラゴンボールシェンロン呼び出しもあんだろ。あれそんなんあんの。あっえっ7枚あったら1からあれ。そう7枚して7枚してればそんな多分だいぶすごいぞ、はい、えなんかコマの場所を入れ替えたり挑戦者カード10枚引いたり、そんなのできるやついる今。20マス進むもあるぞ。20マス本当だ。20マス進む。あと1つのコマを10マス戻すとか。あらそれちょっとあります。ちょっと確認しましょうか。裏も見とかんと星1から7までの挑戦しか裏見とかねえとな。1枚ずつ捨てます。あーでももうちょっといけば。でもこれ7枚捨てなきゃいけないってことですか。そうだ、うん、そあそうか そのリスクもあるの、はい、7枚ね。ゲイ4 1 2 3 4。はい、そう、タゴマが、墨で出てきたと。パーのお前が殺し、お前が殺したんだよ。進み出てきた。おめえが殺したのばっかじゃないか。そうです、はいね、そうですけどね。パー4000以上を捨てると挑戦から3枚あるかな。これはあるんじゃない。ないないない。あじゃあ、まあ、ただ引けませんよ。ただそのまま引けませんよ。引けませんよ。さてもうどんどん戦闘力高くなってるんですよ。もうちょっと作戦を使うか。うわよしもう行くか。そんな俺が移動カード点三三を使う。そして1、2、3。うわ、ブレイズビルス行く？行くの。あ、だからこれは勝算があるってこと。グーの7000以上してると勝ち。マジ？そして俺はスーパーサイズ3に覚醒してバトル中はいつでもプラス1000なので、はい、グーのよっしゃースーパーベリーと使い7000。つまり俺はビルスに勝ったので、勝ったから挑戦者カード5枚引く。でかい。5枚。大きい。5枚引いたらよ、ビルスを勝つのはドラゴンボール揃うんじゃね。確かに確かに確かに、うん、あしょぼい、わかんないけど5。おーよし、ドラゴンボール揃ってんじゃないの。ベジータがビルス相当あるぞ。こっちも立っちゃった。まあまああの時も別に勝てたから。勝てねえだろ、うん、ねえわない。えそんだけ集まっててねえわ。うわけうわ、でかい。6、はい、1、2、3、4、5、6。お6。お、イベントカード1枚、はい、イベントカード1枚。フリーザ軍団が最終決、はい、最終決、はい、最終決復活の F。 これだ、よいしょ。残念。うわ、スーパーサイヤ人覚醒。おこのカードは手元に置く。だ同じやつだろ、俺と。うん、全てのバトルで常に自分のプラス500。500、まあまあ3ほどじゃないからな。まあ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 、ね、自分の手札はい、もっと温存しとこうか。カードは見ましょう。3、お、3、1、2、3。あ、なんだっけ、はい、これは。あーパーの4000以上ね、うん、おパーの4000でしょ、そんなにあれば。パーの4000。オッケー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 。はい、ピッコロさん。ピッコロさん、ありました。ピッコロさん、でかく3枚いける。でかい3枚か、はい、よいしょ。なかなかやるな。いや、山本なくなるんじゃない。これそうですね、まあ切り直すんだろうな多分、ね、オーケーオーケー。まあまあまあいいんじゃない。なんでディオみたいになってんの。オーケーオーケー。で、何人がいるんだ。2、たったの2か。1、2。おう、ギニュー復活アニメの方だ。イベントカードをね1枚。アニメの方、はい、アニメの方いきます。さあさあ、イベカこちらです。いきます。ゲーム瞬間移動。瞬間移動。おルーレットを回して値段の2倍。何？上？でかい。お、2倍進めるじゃん。移動カード、うん、ちょっともったいないが7のギニューを使う。おお、7、7マスター。1、2、3、4、5、6、7。うよ、出ましたよ。またルーレットを回して1位以外なら、
挑戦しカード引ける。これはまあ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 、ね、こんなもん2回あるわけないまあまあ、っちゅうか、うん、もう1回やったから、そのパターン2回目は美味しくない、そのパターンをやった、もうもういいです、いいです、普通にからオラがやったから、ね、そうやりましたから、見直した方がいいんじゃないか、うん、そうそうそう、見ましたからね、はぁーほらな、お、なんなんの、お前鼻で笑ったな今、まあまあまあ、今なんか鼻で笑ってるじゃん、いやいやいや、そんな、はい、なんだ、いやこれ作戦だから、はい、何がっかりしてんの、何がっかりしてんの、別にがっかりしてねえよな、で5枚引けんだろ、5枚引けんだろ、5枚、5枚、はい、もう今ナレーションベースなんで大丈夫、いやいや、お前らがこの作戦やるよな、お前らだったら俺ちょっと正直カードすごいぞ、1,2,3,4,5 全取り、あ、全取り、うん、でこれは捨てた山札を また切ってて、みんなが捨てたやつだったらもうしょべえのしか入ってねえじゃん、いや分かんないそれは、はい、いや結構カード持ちよ、レジータさんは1ですか、はい、1だね、1、はい、うわ、でもよし今度こそこれはね、これはね、これはね、言うてもいやいやいや、こんなんだって、そんなわけねえじゃん、なんで2回もビルス様みたいな、それはそう、それはそうです、それはそうないから、はい、それはそう、分かった、どっち、どっちなんだ、どっちなんだ、どっちなんだ、言うなぜー、そうそう、聞かないですから、はい、3、まあまあね、そりゃね、なんだお前、なんでそれ、ん、もうがっかりしたみたいな、何がだ、一発やった初心あれ一発やっていうの、一発やった、すげえ奇跡だけど、あれ一発やなんだいやいや一発でもいいよなあんなもんなすごいけどな、はい、まず3枚ね、はい、これでも結構でかいから、はい、うん、はい、こんな感じです、いや、まあ、そうですね、じゃあちょっと移動に使います、移動、はい、残グレッサ山、グレッサ山、4で、1,2,3,4で、ほう、なんて書いてる、フリーザの本、うん、本気を引き出せ、はい、お、攻撃グー7000以上捨てると挑戦士カード3枚引ける、うん、ないだろ、はい、あいつはないだろ、7000以上、グーの7000以上ないのにそこにあえて止まるわけがなかろう、何、お、俺だ、はい、あった、うわ、え、最新のブルーだ、ありましたんでね、はあ、はい、で3枚いける、え、俺強っ、いやいや俺強って、ベジットとかより強っ、 ブルーはね、ブルーになったブルーはな、そのブルーだ、いやー、まあ、まあ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 いいでしょ、ね、いいでしょ、いや、はい、だいぶ追いつかれましたね、よしよしよし、まあもう結構団子状態ではあるね、結構ね、そうですね、じゃあいきます、うん、ケイ、ゼロゼロ、7、7、マジ、ここに来て、ちょっと待って、これやばいよ、1,2,3,4,5、うわ、7、あれちょっと待ってください、いや、6でしょ、5、7、バカだわ、6、7、バカだわ、もう一回やったほうがいい、もう一回やったほうがいい、びっくりするわ、もうでしょ、ほんとごめんなさい、5、7、7、時そば、ほんと、落語、落語、ごめんなさい、いきますね、1,2,3,4,5,6,7、はい、大陸宇宙の話を聞くイベントカード1枚、イベントカード、大陸宇宙の話を聞く誰の話を聞く、大陸宇宙の話、話をね、じゃあこちらです、イベントカード、ゲイ、よいしょ、お、はい、エネルギー、え、エネルギー吸収、ヤムトスポボイチだ、1人を選び挑戦士カード1枚もらう、もらう挑戦士カードは相手が選ぶ、なるほど、誰か指名したらその人がもうじゃあこれあげるよと、なるほど、じゃあベジータさんからいただきます、あ、大丈夫、いやいや大丈夫じゃない、拒否権はない、拒否権ない、あ、はい、ない、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよなんでやばい、ちょっとどっかのタイミングであの人シェンロン呼ぶぞ、どうにかな、そうそうそう、あいつちょっとどうにかしねえとね、うん、あ、自分もちょっと待てよ、数えてなかったな、ちょちょちょ、あ、もうこれこれこれ、いやいや軽いな、また、うん、はい、あ、はいはいはい、お前にぴったりだな、あ、まあまあぴったりですね、うん、これはちょっと待って、これイデオシェンロンやっていいのか、自分の番になったら、今俺の番だよ、まあ、の番もしできるんだったら、できるだろ絶対、ええー、星1から7までの挑戦時カードを1枚ずつ捨てます、うん、おう、あるんだったらな、絶対ある、絶対ある、あるならね、1だろ、はい、うん、捨てていいのそれ、いい、どうせないよ、2だろ、ない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 、あ、ここいないな、3だろ、はい、4だろ、4、うん、さっき6な、6な、6、うん、7だ、7、おお、1,2,3,4,5,6,7、おお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 お
永遠の命でいいですか。じゃあ違う違う、困るから、ね、ずっと生きてるずっとブリブリしても困るから。お願いを言う、はい、ちょっと待って、コマ2つを入れ替える、あ、まあ、だからルーレットで ね、まあ、ね決まりません。狙いは挑戦士カードを山札から10枚引く、うん、今行っているイベントボードをクリアする、あ、まあ、これ関係ないな、うん、誰か1人を選び手持ちの挑戦士カードを全て交換する、全て、20マス進みマスの指示に従う。やば、これだって4ですね、4を出すと、え、うん、出すとかじゃないだろ、選べるんだ、あ、選べるの、選べるの、え、いや書いてるじゃん、選べる、1つ選ぶ、あ、そうそう、だから選べる、あ、なるほどね、3、どれか、そうそうそう、3回分の手番を行う、はい、駒を1つ選び10マス戻す、うん、いやいや、もうどう考えても20マスいい、行くぞ20マス、行くぞ20マス、でもあれだな、20マス進みマスの指示して合う、はい、もう行くぞ、はい、行くぞ、ああ、あ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あれ11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、おお、上がった、ピタリ賞、すげえ、ピタリ賞上がった、そんなことあるの、いった、え、すごいな、ちょうどその数が余っても止まります。自分の番が来たら毎回ボーナスゲームを行う、ゲーム終了したら10に応じたボーナス点を得る、うわ、じゃあ早めにみん早くみんなゴールしないとです、ね、そのためにボーナスが、はい、うわ、加算されるから、このあれか、すごいこの数字のやつか、はい、とりあえず1位なので今からルーレットを引いて、ね、今も夢かける、はい、え、今もできる、すごい、次の番からじゃない、次の番から、うん、お前らがダラダラやってゴールしないと俺はずっとボーナス点が入るってこと、そうですね、なるほどね、これめちゃくちゃ強い、うわ、ちょうどゴールしちゃったよ、20で、黙ってカードを集めた甲斐があったぜ、よし、行くぞ、はい、お、でかい、6で、1、2、3、4、5、6、お、山札から調節カードを3名引く、お、うん、神を着ている修行の成果、お、いいね、普通に3、じゃあ3名、1、2、3、まあそんなもんじゃもう俺には届かんだろうぜ、ちょっと早くゴールしないとな、ここしここし、 OK、 移動か、はい、移動で使います、はい、ドドリアさん、お、はい、5マス、5マス見くびるなよ、1、2、3、4、5、はい、スーパードラゴンボールの、伝説を聞くイベントカード1枚引く、なるほど、わあ、ちょっと1マス見せちゃった、はい、見ましょう、お、地球のピンチ、うん、次のイベントボードマスへを進む、うん、はい、困ったマスのイベントボードが行われていなければ行う、簡単ルールでは行わない、まあ、ああなのでとりあえずここまで進めるってことね、何とりあえず、え、はい、そういうことでしょ、そうだな、次のイベントボードマスだから、そうだな、はい、ここまで進んで簡単ルールの方では行わないから、うん、第6宇宙 VS 第7宇宙、はい、で引けるの、うん、さらに、はいはい、こいつもゴール手前じゃねえか、オッケー、本当だ、よしよし、え、ゴール手前じゃん、うん、手前ね手前だとちゃんと意味がね、はい、オッケーオッケー、いや、いい、いいですね、いいイベントカード引いた、これ近くに行ってますね、よしよし、ちなみに私1、2、3、4、5、6、6、6以上出したらいける、6以上でゴール、6以上でゴールだ、6ターン7いきます、え、これぴったしじゃないとダメなんじゃねえの、いやいや、戻らないですね、超えればいい、もう超えれば、超えればいいの、いきます、えい、おい、あー、あー、次ほぼ確保、次ほぼ確保、俺もまたてめえで1、2、3、4、あー、はい、ね、大陸宇宙挑戦者、大陸宇宙ね、じゃあ手札からいきます、山札から、さあ、そしてボーナスです、お楽しみボーナスタイムだ、はい、ルーレットを回したデメプラス5000、はい、で4以上が出たらさらに挑戦者カードを1枚引ける、はい、それが1位の特権です、うん、もう2でもいいかな、これなんかじゃあ書くんだな、別でそう、はい、はぁー、1位、でも5000、でも5000、さあ、では野沢さんですね、よし、いくよ、はい、はっ、4、これが1、2、3、4、はい、スーパードラゴンボールの伝説を聞く、うん、イベントカードを1枚、イベントカード、こっちですね、イベントカードこっちか、うわっ、はい、ん、読み切る魔人、おダメージ緑の駒の人は挑戦士カードを1枚選んで捨てる、うわ、でもまあまあまあ選んで捨てるから、選んでね、
選んでるな、うん、あはい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 、これこれしてます、はい、うん、これもうシェンロンしか考えてない、はいはい、さあまあさすがにもう、まあもういっちゃうでしょう、2以上だし、まあ、2以上なので、うん、はい、まあいけるでしょう、うん、よいしょー、オーブで7、ここで7回、うん、さあまあゴールなんで2位ですね、うん、はい、2位からボーナスが、手目かけ3000のボーナス、ね、よし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 、うん、はい、じゃあ私も同じですね、うん、2が出たらいける、ね、はい、2以上で、あ、そういうことか、はい、いきます、えい、さあ、おー、うわー、はい、ギリギリ、はい、さあ3位です、じゃあ、まあ我々はちょっとボーナス受けれなかったですから、うん、ここで終了でございます、そう、なんでない、でカカロットが、はい、ゴールするまで俺たちはボーナス、ボーナスが入る、もらい続けると、そうかそうか、そう、これで終わり、終わり、終わり、そうだそうだ、そう、一番最下位が決まるまでなんで、あ、そっか、そうだ、2ゴールしたらもう終了なので、なるほど、全然ボーナスしょぼかったな、ボーナス1個しかない、あれ1しかも1だし、そこで1出すんですか、はい、というわけで終了、はい、終了です、まあ野沢さんだけちょっとフィニッシュできなかったんですが、はい、確かに、この今手持ちの、はい、カードの、うん、パワーを、いや俺ボーナスしょぼかったからな、足した合計で一番高い人が、うん、優勝ですね、はい、プラス、ベジータさんはそこプラス、最初さっきボーナスがありましたね、5000プラス7枚捨てる意味あったのか俺確かにね、これはこれはもう関係ない、イベントカードも関係ないです、ね、これないの、ない、毎回500プラスされる、ないですね、毎回500プラス、はい、うん、さあ結果発表でございますけれども、集計したらしいな、まあ一応ね1位はベジータさんで、ゴールはな、はい、まあまあね、ただ俺ボーナス5000しかもらってないから、そうなんですよ、逆に7枚捨ててっから、はい、なんかね、7枚捨ててボーナスで5000ポイントしかもらったんだよね、意外とその1位、はい、まあ、カードはそれなりにはあるから、そう、うん、ただカードの枚数で言ったら、はい、三浦が、三浦ね、そうそう、私も結構持ってるんですよ、だから三浦が1位なんじゃない、何、うん、シンプルにね、それは許さない、パワーの、ね、高さがね、ちょっと分からないです、ね、まあ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 、少ないのがカカロットと野沢さん、オラが一番少ないかな、あ、でも三浦さん結構意外と少ない、え、何枚、5枚、ただこいつバトルで結構強いの出してるから、そうそう、そうっすね、ほら一応7名あるか、持ってんのか7、うん、はい、いやこれ俺分からん、あ、ベジータ何名、7、7だ、なるほど、あ、じゃあうわ、だから枚数的に私が一番多い、ただプラ5000がどう聞いてくる、シェンロンなんか呼ばなきゃよかった、まあまあ、7枚捨ててますからねそう、こんなもん呼ばなきゃよかったの挑戦しカード10枚引けばよかった、こんなのって言うの、帰れよ、お前は、最終的な順位はボーナス点と挑戦士カードのパワーの合計が高い順に決まります。それでは1位の発表です。結果の方参りましょう、はい、1位は4万1000点でアタックしてございます。4万1000、私結構ね、カード見せてみると強めのカードね多かったんですよ。6000とか、うわお前5000とか、すごいすごい、すげえな、これはモナカ6000、モナカ、これおかしいな、これおかしいな、はい、これおかしい、うん、5点です、6000、そうなんですよ、ちょっと意外とお前か残してた、お前だったんか、 やっぱりね、禅王様やりましたよ、ありがとうございます、禅王様、ありがとうございます、あれか、ありがとうございます、禅王様、ありがとうございます、え、俺は、はい、さあそして2位が2万8000ポイント獲得、ベジータさんでございます、これ7枚が効いてきましたね。うわ、でも5000、プラ5000が、プラ5000で、この間のライブでも2位だったし、大喜利でも2位だった、いや知らんやん、ライブすみません、ずっとナンバー2なんだ、それは、さあそしてシルバーベジー、2万8000、シルバーベジー2万7000ポイント獲得、3位は野沢さんでございました。あれ、いやだから意外とね、意外、いや、あの、ああそうそうそう、だから、はい、結構ね、あの持ってるのが良かったの、見て、うん、ゴッドなんだ、あ、本当だ、強い、ゴッド6000だから、うん、で、ヒット、フリーザー、よいしょ、あ、じゃあ17分、このシャシャはいらなかったな、これ、まあ、シワシャね、シワシャの神様ね、シワシャの神様、さあ、そして4位がですね、19500ポイント減るね、フリーザさん、残念ながら最初の序盤はね、かなりあんなに独走してたの、ここぐらいで私の時代は終わりました、はい、そうですね、あなたの時代は終わりをつけました、終わりをつけました、背景ビルスがやってくれたな、いやだからね、そうですね、そう、はい、フリーザの息切れがすごかったね、ほんと
なって来てたんですけどね、最初だけスタートとしてうわーってね、みんなに抜かされる、なるほどな、はい、さあでも本当楽しかったですなんか、まあ、楽しかったです、ボードゲーム初めて、はい、運だけじゃなくやれるなこれは、うん、そうですね、確かに、はい、はい、さあそして4位だったフリーザさん、はい、なんかね罰ゲームがあるらしいのね、罰ゲーム、はい、本当に聞いてない、本当に聞いてないの、なんとなく何やるか分かりますけども、ね、何、はい、最下位のフリーザは罰ゲーム、何やるんですか、あ、なんかできたぞ、あ、なんか、はい、一応ですね、罰ゲーム3つ種類がありまして、はい、1つがケツバット、ケツバット見せたらお前、はい、ケツバット、え、これいいの、そして見せるの、いいの、はい、いいらしいので、そして2つ目がロケパン、これロケットパンチのことでしょうね、当たり前のように言うな、はい、ロケパンってね、はい、ロケパンみたいに言わないで、ロケパンね、はい、そして3つ目が三浦キック、三浦キックの、はい、三浦キックございます、はい、はい、さあ上か下か、あ、上、真ん中下、はい、ですよね、一番上、一番上、はい、なるほど、一番上のカードはさあよいしょ、三浦キック、三浦キックなんとなく、三浦キックなんとなくそんな感じしたけど、すごいですね、でもね、もう嫌だ、はい、三浦キック、あ、ロー、いやいやいや、ロー、いやいや、太ももいくからだじゃん、太もも、もう、あ、ブラジリアンキックだもん、ブラジリアンキック、ケツじゃねえの、ケツ、ケツ、そうか、三浦キックだから別にあのケツキックって言ってねえもん、いやいやいや、だから別にあの、はい、鼻、鼻、いやいや、頭、頭とかでもわからねえから、どこ蹴るか、いや、ケツでしょ、頭いきますか、ケツ、ケツいきましょう、ケツ、三浦キックだから、2連撃もある、いや、2、2、2、ダメですよ、ケツ、ケツ、三浦のキック、うわ、もうやだやだ、三浦キック、いや、もう怖い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 、怖い怖い、マシなんだけど、はい、じゃあ怖い、じゃあ行くぞ、1位だしな、行くぞ、じゃあ、まあまあ、三浦のタイミングでいいねか、じゃあ三浦キック、はい、へい、すいません、はい、フリーザさん、はい、よっしゃー、よっしゃー、いいの入ったな、いいの入ったな、はい、今のは痛かった、痛かい、本当に痛い、本当に痛い次はオラの番だ、いやいい、あ、また来週、何勝手に締めてんの、何やってんの、何勝手に締めてんの、結構ちゃんとガッツリ来ました、奥に、奥に来るね、奥に、奥に、DB 芸人トランプ王決定戦、俺たちはほらトランプやっても絵が持つ、持たねえよ、モスモルとも貴様らをゴミにしてやる、うわこいつ、うわ入った、うわ、いやー、やばい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 、大富豪だ、確定、はい、あ、俺らもう大秘密決定、これで、あ、決定、なんで大って言って大って言い直す、逆だろ、はい、ちょっと違うのかな、いや、あいつ、はい、いつもカード引かせようとする、あいついつもカード引かせようとする、俺たち、なんで、なんでカードばっかり持ってる、いつもあいつカード引かせる、はい、居酒屋やってもカード、居酒屋やってもカード、レシートもカード、全部カード、カードおじさん、カードばっかり持ってる、カードおじさん、カードばっかり持ってるディレクターやだろ、あんな、これもなんか一人で最初やったらしい、そうそう、なんか家で一人で、ね、そうそうそう、いや、それは一応我々がやるにあたってどうなんか、ニヤニヤしながらやってたから、ね、やんねこんなもん一人で、いいのディレクターヒャンは。